10秒さわら。チャララ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 、はい、はい、サラのお祭り大好き。すいません、すいません。サワラのいいところって何ですか？そうですね、人がいいところとか空気が美味しいとか、うん、何にもないのが一番いいとこなのかな。 ありがとうございます。サワラ豆腐っていうんですか？そうなんですよ。そちらはサワラの蔵元のトンクンさんの大吟醸の酒粕を使ったブランマンジになります。サワラの祭りってどんな感じなんですか？来ればわかる。わかりました。あー楽しかった。次はお祭りかな。